おいり、昨日お母さんから聞いたぞ。高校受験しないってどういうことだ。ああ、もうお母さんから聞いたんだ。そういうわけだからよろしくね。よろしくねじゃないよ。高校に行かないなんて一体何を考えているんだ。中学までは義務だったけど、高校進学は個人の自由でしょ。行きたくないから行かないの。どうしてそんなに行きたくないんだ。地元の友達と同じ高校に行きたくないのか。友達は大事だけど、私も勉強したくないんだよね。だから高校進学なんてしたくないの。勉強したくないから高校に行かないのか。うん、私バカだし、高校に進学してもお金の無駄じゃん。だから行かないことにしたんだ。何言ってるんだ。確かに凛は成績良くないけど、高校に行かないなんてダメだぞ。将来就職員だって困るだろうし。うるさいなぁ。私が行きたくないって言ってるんだから、それでいいでしょ。お父さんが私の人生に口出さないでよ。それじゃあ就職するってことでいいんだな。高校進学をやめるほど働きたいところでもあるのか。はぁ、働きたいなんて思うわけないじゃん。私はこれからニートになるんだよ。なんだって。というわけで、私は中学卒業したらニートになるから、来年の春からはお小遣い月10万よろしく。おいリン、ニートになりたいだなんて何バカなこと言ってるんだ。そんなことのために高校進学しないつもりなのか。勉強もしなくていいし、働かなくていいし、ニートって最高な職業だよね。あ、早くニートになりたいな。ニートになりたいってどうしたんだよ。学校で何か嫌なことでもあったのか。お父さんが話を聞くぞ。は？特に何もないよ。私はとにかく楽していきたいだけなの。それでたくさん考えて思いついたんだ。私もお母さんやおじいちゃんたちみたいになればいいんだって。どういうことだ。お母さんは専業主婦のはずなのにお家のことしないし、これって実質ニートだよね。まあお母さんは料理も掃除も壊滅的に下手くそだからな。全部俺に押し付けるから、結局家事や掃除も全部お父さんがしてるけど。おじいちゃんおばあちゃんも年金で旅行し放題で羨ましいよね。生活費は全額お父さんが出しているから、おじいちゃんたちは年金を丸々遊びに使ってるんでしょ。本当は生活費折半の予定で同居したんだけどな、いつの間にかお金を渡してくれなくなったんだ。みんなお父さんのお金で生活しているよね。だから私もお母さんたちの真似して問題ないと思うな。というわけで、私もニートになります。リン、そんなのダメだ。いいか、お母さんたちのことは反面教師にするんだ。反面教師？まだ中学生のお前にはわからないか。とにかくお前だけはしっかり自分で稼いで一人で生きていける子になるんだぞ。お父さんはそういう子になってほしいんだよ。私はそんなの嫌だよ。私だって楽して生きていきたいもん。お母さんとおじいちゃんたちだけずるいよ。その分楽できない人は辛いんだぞ。お父さんばかり頑張っていてかわいそうに思わないのか。はぁ、お父さんはマスオさんなんだから苦労して当然じゃん。え、にん、お前ってやつはお父さんはそんな風に思っていたのか。マスオさんの人生って超かわいそうだよね。義理の親と妻に気を使って生きていくんだもん。私ならお金を積まれたってそんな人生やだね。確かに義両親と同居だし、マスオ的な立場だけど、俺は凛のためを思って頑張ってきたんだぞ。生活費も家事も全部お父さん一人だけど、これも凛だけは真面目で素敵な子になってくれると思ったから。生活費とかはお金がある人が払えばいいんだよ。それでお金ない人はその人に頼って生きていけば楽だと思うの。というわけで、これからは私の生活費分もよろしくね。マスオ一人で我が家のお世話頑張って。おいリン、そんなこと本気で言ってるのか。家事をしない妻に生活費を入れてくれない同居の義両親、それに加えて高校進学もしないニードの娘を養えってか。頑張れマスオさん。あんたは家族にお金をばらまくだけの人生なんだよ。畜生、こんなのもう限界だ。娘だけを信じて頑張ってきたのに凛までこうなるなんて、お父さんはもうこの家で生きていけないよ。限界だからってどうするつもりだよ。マスオのお父さんには何もできないくせに。なんだと。俺だってやるときはやる男なんだ。離婚だって考えてるんだからな。離婚とか最高なんだけど。それじゃあこの家は私とお母さんとおじいちゃんたちだけになるんだね。ニートの巣窟だ。俺とお母さんが離婚してもいいのか。まさかリンがそんなに喜ぶとは思わなかったよ。だって離婚すればお父さんは家からいなくなるよね。でも生活費はお父さんから毎月振り込まれるし、超最高なニートライフじゃん。なんだって。
どうして俺が生活費を振り込むんだ。は？養育費って言葉を知らないの？私はまだ10代なんだよ。ちゃんと成人までの養育費は払ってもらわないとね。なんだと？ああ、そうだな。とりあえず1000万でいいよ。私の養育費1000万を一括で支払ってね。は？凛の養育費が1000万？お前はどうしてそこまでアホなんだ。マスオのくせに私にアホって言ったな。実の娘が払えって言ってるんだから、父親としてこれぐらいは払いなさいよ。それができないなら離婚を諦めて、これからも私たちを養いや。私のニートライフの支援も頼んだぜ。誰が支援するか。離婚は諦めないし、もうお前もお母さんもおじいちゃんたちも養わないぞ。もうお父さんは言いなりのマスをやめてやる。じゃあ私への養育費を支払ってよね。私の養育費は1000万。父親としての義務を果たしなさい。血もつながっていない娘に払う金はない。え？血がつながっていないなぎに愛してきたつもりだったが、俺の愛情が全く届いてなくて悲しいよ。それじゃあ元気でな。母さんたちと仲良く暮らすんだぞ。ちょっと待ってよ。え？血がつながってない？私とお父さんって親子だよね。戸籍上はな。でもお前は俺の実の子供じゃないんだ。え？このことは墓場まで持っていくつもりだったんだけどな。実は凛はお母さんと他の男の子供なんだよ。他の男の子供？え、どういうこと？なんでお父さんと私は血は繋がってないんだよ。詳しくは母さんに直接聞いてくれ。なんで浮気相手の子供なのに嘘をついて産んだんだってな。え、浮気相手の子供？もし母さんに否定されたら教えてくれ。その時は父さんが鑑定書を見せてあげるからさ。鑑定書？そんなのもあるの？お母さんは浮気相手を家に連れ込み放題だったからな。家中に DNA 検査できるものがあって大助かりだったよ。この家に来たことあるの？私の本当のお父さんが？この家はお母さんと結婚してすぐに建てたからな。多分おじいちゃんたちも会ったことあるんじゃないかな。え？義実家ぐるみの企んだって知った時は本当に悲しかったよ。でも子供に罪はないし頑張って育ててきたけど、まさかこうも報われないなんてな。そんな私がお父さんの実の子供じゃないなんて。血のつながりもない娘にもう払う養育費なんてないんだよ。どうしても養育費が欲しいなら本当のお父さんに頼んでみるんだな。きっとお母さんなら居場所を知っていると思うぞ。そんなの知りたくもないよ。ああそうそう、離婚するんだから凛やお母さんたちには出て行ってもらうからな。だから早めに荷物をまとめておくんだぞ。え、この家は私たちがこれからも住むんだよ。出て行くのはマスオのお父さんだけでしょ。何言ってるんだ。この家の名義は俺だぞ。だから出て行くのは凛たちだ。え、ここっておじいちゃんたちの家じゃないの？だってお父さんマスオじゃん。ここに住まわせてもらっている側だよね。いつから俺が居候のマスオだと錯覚していた？え、この家はお父さんの名義で建てたものだ。イソールはおじいちゃんたちの方なんだよ。離婚後は即刻全員出て行ってもらうからな。そんな。そしてとっととこの家は売却する。浮気相手も連れ込んだ家なんて離婚後でも住みたくないからな。お父さんが住むつもりないなら私たちにくれたっていいじゃん。出て行けなんてひどいよ。ひどいのはどっちだ。妻や義両親にはいいように使われ、血のつながりがない娘にはニートの小遣いをせびられて、散々お父さんにひどいことをしてきたじゃないか。ごめんなさい。凛は離婚後もお父さんについていきたいな。だから私のことだけは見捨てないで。ニートの娘なんていらない。血のつながりもないし娘でもないか。そんなこと言わないでよ。お母さんたちについていったら貧乏生活決定じゃん。専業主婦のお母さんがろくな仕事につけるとは思えないし、おじいちゃんたちの年金も決して多くはないし。学校の成績は低かったのに、そういう計算だけは得意なんだな。血のつながりなんて関係ないよ。私のお父さんはお父さんだけ。これからは親子二人で暮らしていこうよ。お断りだな。かわいい我が子のお願いを断るの？ニート宣言の娘なんてたとえ血がつながっても可愛くないね。じゃあニートになるのやめる。ここに進学するからお願いします。うんうん、その方が絶対にいいぞ。高校進学費用はお母さんとおじいちゃんに払ってもらえな。ああ、入学式の写真とか送ってこなくていいぞ。他人の娘の節目なんて全く興味がないからな。そんな冷たいこと言わないで。お父さんは今日から近くのネカフェにでも泊まるよ。だから今週中に家から出て行ってくれ。待って、話を聞いて。ニートになるとかバカなこと言わないから私のこと見捨てないで。そ
うだ、お母さんたちに伝言頼んでもいいかな。ニート予備軍の凛でもそれぐらいならできるよな。はい、伝言でも何でもやらせていただきます。慰謝料は1000万請求するからな。このまま伝えておいてくれ。え、お父さんこんな大金をお母さんに請求するの？おお、血のつながりのない娘を義務教育が終えるまで育ててやったんだ。これぐらいはいただかないとな。そんなお金お母さんが持ってるわけないじゃん。請求しても絶対もらえないって。その時はおじいちゃんたちに不足分を支払ってもらうよ。え？タクラについてはおじいちゃんたちも関わっているからな。年金暮らしだろうが容赦はしないぜ。でもこれから私たちは家も追い出されちゃうんだよ。私もお母さんもおじいちゃんも大変な目に遭うのに、その上で1000万も請求するなんてひどすぎるよ。こうならないように日頃からしっかり勉強して知識と常識を身につけておくんだぞ。それじゃ元気でな。俺をバカにしていた娘の凛や妻、そして義両親は家を追い出された後、狭い県営住宅で暮らしているそうです。お礼の慰謝料は義両親の貯金だけでは足りず、どこからかお金を借りて支払ってくれました。今はその支払いのために娘の凛は昼間はバイト、夜は夜間学校に通い、元妻は朝から晩までスーパーのパート、義両親はシルバー人材で家族力を合わせて働いているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。